Hello guys, this is your host, Urzu7, and today we're going to play Sword Art Online Hollow Fragments. And today we're going to do the boss battle of Floor 100. And today we're going to choose Leafa-chan. ありがとう。任せて。すぐ。それではボスの攻略に向かいましょう。すぐすぐすぐ。パパ、ママ。よい。ゆいちゃん、なんでこんなところに。それは分かっています。Serious, Sigu, it's serious. So, ne. Papa, Mama, kanarazu katsu tte shinjite imasu. Happy Yui. Arigato. Dark Cloud is on. Serious, really serious. Die!
Worried Sugu was worried. Happy Yui. Sugu? すぐよりほんの少し帰るのが遅れるだけだ。
先に帰って夕飯でも作って待っててくれよ。 Yeah. Get back to the kitchen and make me a sandwich. Yeah. Angry serious, Sugu. Sugu? お兄ちゃんとまた離れ離れになるなんて絶対に嫌。お兄ちゃんが残って戦うなら私だってそうする。何言ってんだ。俺も乗るぜキリコ。本当のラスボス倒してアインクラッドに蹴りつけようや。私大丈夫。俺クラインとソードスキルの練習をしたこと、アスナに料理をご馳走してもらったこと、シリカがビナと再会した時のことや、リズとドラゴンに捕まって巣から脱出したこと、本当にたくさんの思い出ができたよ。お兄ちゃんってば、2年以上も閉じ込められていたのに、ずいぶん楽しそうに話すんだね。It's called Stockholm Syndrome, Sugu. おかしいよな、やっぱ。ううん、お兄ちゃんの気持ちわかるから。前はただ、私からお兄ちゃんを奪った怖いゲームだとしか思ってなかった。うん。でも今は、それだけじゃないってちゃんと知ってる。私もね、この世界に来てからいろんな人に出会えていっぱい思い出を作れて、うん、イエーイ。ゲームかどうかなんて関係ない。これって本物の絆だよ。すぐみんなと比べたらちょっとの間だったけど、私 SAO に来て本当によかった。それにね、危険なのを分かっていて、それでもお兄ちゃんに会いに来ちゃった自分のことが大好きなんだ。こんなにも私はお兄ちゃんに会いたかったんだって胸を張れるの。うん、ありがとう、すぐ。さあ、一緒に帰ろう、お兄ちゃん。オッケー、すぐ。アインクラッドも名残惜しいけど、それ以上に今はお父さんとお母さんが恋しいよ。うん、俺の場合はそれに加えて現実世界のすぐも恋しいぞ。前とは違うんだから驚くよきっと。ああ、なんせ胸が大きくなっているんだもんな。もうお兄ちゃんもここに来ている間にすっかりエロ親父になってる。すぐエロ親父ってねえお兄ちゃん、向こうに戻ったらさ、また一緒に剣道をやろうよ。お兄ちゃんやっぱ素質あるもん。それからね、手料理もいっぱい食べさせてあげる。現実なら料理は任せておいて。そうだな、すぐをずっと待たしちゃった分とことん付き合うよ。
空白だった俺たちの時間を一緒に埋めていこう。それでは、ミッションクリア、おめでとう。イエーイ、we did it, イエーイ。今俺たちがいるのはエギルの店。Happy Wally. Where's Beffy too? Sinon. やっぱりだから、まあ、キリト君、ようやくゆっくり会えたね。Waifu-chan.Hi there, Julia. ねえ、みんな、もし嫌じゃなかったら、これからアルブヘイムオンライン始めない？ Yay! Sigu, Sigu, Sigu.ALO の世界だったらお兄ちゃんにだって負けないんだから。Serious. ほら、みんなもそのつもりみたいだ。もう次のゲームの話をしてる。またみんなで攻略会議して。うん。キリト。今からやるのか。うん。Yay. 俺はもう一度。ほらできたよ。はい、スグハ特製シチュー。シチューはスグハ。スグ。ささ、冷めないうちにどうぞ。にゃんにゃん。見た目はうまそうに見えるな。少なくともあの時みたいな悲惨な何かじゃない。スグ。Good cook.もうそんな緊張しないでも大丈夫だって。現実でのスキル枠はちゃんとお料理に回してるんだから。イエーイ。He's mocking Kirito。 じゃあいただきます。どうかな。うまいでしょ。ほら見なさい。 Happy SuguThe real life version. うまいよこれ。本当に上手なんだな。びっくりしたよ。そりゃあ私だって年頃の女の子ですから。お料理くらいたしなまないとね。でもうまいブラビ。ほらほら、あんしてあげる。いいって、食べにくいだろ。まあまあ、そう言わないでよ。
しょうがないな。はい、もう一口。あーん。にゃーん。うちでこうしてお兄ちゃんと一緒にいられることが、こんなに幸せだったなんて、前までは考えもしなかった。すぐすぐすぐ。失ってからじゃないと、こういうことに気がつけないんだよね。すぐ。心配かけたな。本当だよ、まったくもう。だから、これからは一緒にいられなかった2年分を一気に取り返すんだからね。はい、あーん。にょん。にょん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 。こんなことして、もう十分に2年分を取り返せたんじゃないか。何言ってるの？こんなもんじゃ全然終わりません。このままじゃ俺、半年後には10キロ以上体重が増えそうだな。お兄ちゃんは細すぎだから、そのくらい増えた方がいいよ。あのなぁ。しかし、なんだか、まだ慣れないな。ん？何が？リーファの姿には馴染んでたんだけどな。俺の中のスグハは、2年前のままだったから。Well, it's such... びっくりした？それとも、ドキドキした？さあ、どうかな。もう、お兄ちゃんって肝心な時はすぐにはぐらかすんだから。でも、中身はすぐ肌ってすぐわかる。なんかそれひどい。これが私だよ、本当の私。霧ヶ谷和人な、たった一人の妹。妹? Well, like, cousin. Same person who voices Kirino. いや、近い!わかったから。ああ。早くこっちの私にも慣れてね。はい。にょん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 。ああ。もういっちょ。にょん。すぐ慌てすぎだよ、お兄ちゃん。お前、俺で遊んでないか。ない、そんなことないよ。楽しい。今、本音が出てたぞ。いいから。黙って私からの2年分プラス現在分の愛情を受け取ること。これからはずっと一緒だよね、お兄ちゃん。イエーイ、ハッピーエヴァーアフター。 All right. This is your host, Urza7, and that's about it for today. I hope you enjoyed the gameplay. Now, catch you later. See ya. Bye now.